はい、どうも、トワイスです。今回も、ガンダム、ターゲットインサイト、ジオン編、おそらく最終パート、やっていきたいと思います。まあ、訓練やってたんですけど、まあ、こういうのが出たんで一回撮り始めてます。連邦軍宇宙艦隊の動向に関する報告、偵察部隊より連邦軍宇宙艦隊に関する情報が入った。連邦軍本部ジャベロー基地より、連邦軍の大艦隊が宇宙に向けて発信したようだ。艦隊の規模から連邦軍は宇宙において大規模な軍事行動を行うつもりだ。またこの動きに呼応し、地上の各戦線でも敵の動きが活発している。十分に注意せよと。はい。というわけで、ケンプファー届きまして、で、改造も順調に進んでいるということで、12月17日、もうちょっと猶予はあるんですけど、ケンプファーの改造費がですね、3000ポイント大きく超えているので、ちょっとこれは、これの強化だけで、まあおそらくザメルとヒルドルブは買えないなっていう感じです。もうちょっと難しいミッションやればいいんでしょうけど、まあ、それよりも若干スピード重視に周回したいなっていうところがあるので、はい。というわけで、またインフォが入るかわかんないんですけど、またそれまでカットしたいと思います。はい。今回の訓練で、ケンプファーのウェポンがレベル8に達するので、いよいよ最終ミッションに行きたいと思うんですけど、最終ミッション長期戦な上に結構難易度も高いので、まあ最終戦がグダグダになってしまうことをちょっと危惧して、このやり慣れた奇襲作戦、こちらの方で、ケンプファーの、あれですね、勇姿を見せたいなと思っております。はい。ちょっと動きがね、だいぶ慣れたので、まあそこそこいい戦いすると思います。では行きましょう。ケンプファーちょっと図体がでかくて、画面が見づらいっていうものがあるんですけど、まあそれを補ってあまりあるね。この前から見ても後ろから見てもかっこいい。見てくださいよ、この凛々しい姿、最高でしょうやはりこれがケンプファー。まあそのなんでしょう、 OVA のポケットの中の戦争で出てきたんですけど、まあそっちの方では扱いがあまり良くなかったのか良かったのかちょっとわからないんですけど、まあそのアレックスのチョバムアーマーを剥がして、で残念ながらその後すぐ撃破されてしまったんですけど、本当にね武装もゴッテゴテだし、本当かっこいいんですよね。私の語彙力が持たないが、あら挟み撃ちされてんな。まずじゃあそっちからラケテンバズの餌食となれ。バズがちょっと使うの苦手なんですけど、なかなかよく使えるというか威力が高いんで当たると楽ですね。だいぶ、あれ、あ、味方がもう陸戦ジム倒しちゃってんな。そうなるとあと残りは向こう岸の陸戦ジムと、こいつブースト量多くてこの川を斜め横断余裕でできちゃうんですよね。だからそうなるともう機動性は申し分なしというところなので、まあガンガン倒していけたら。でヘッドバルカにラケテンバズ直撃でもうほとんどこれで沈んじゃうので、もうほんとかっこいいこのねゴテゴテ感でも、ボディは案外細いっていうね。あれまだ残ってる。おーいいな、サーベル構えた方が円形になるからか、ブーストのこのね強襲用モビルスーツですっていうこのアピールが最高。サーベルで決めたいけどね。どこ行ったんだろう、どこ行った、多分打ち漏らし
ター行くジムだと思うんだけど、あら、味方がクリアしてましたね。オッケー。ミッションを達成しました。訓練を終了します。まあまあ、あんまり華麗な戦いとまではいきませんでしたけど、ケンプファーを前から後ろからじっくり見れたんではないかと思います。さあ、では行きましょうか。最終決戦、もうこれでガチ編成は決まったなみたいな感じなので、おう、まだミッションが残っておった。友軍救出作戦、メイン射撃の武器の弾数3倍。これでまあケンプファーのウェポンは最大強化しましたので、そうか、ミッションが出るのか。まだであればやっていくしかないですよね。問題は量機ゼロか、ゼロか、ちょっときついな。撤退支援、多分敵もそこそこ強いのが出てくると思うんですよね。そうなるとどうだ、弾が足りるか。ヘッドバルカンがそこそこの威力&弾数が900発あるんで大丈夫だと思うんですけどね。敵追撃部隊の攻撃を受けており、非常に危険な状況にある。護衛のため攻撃ヘリを急降させたが、戦力的には不十分であり、さらなる支援が必要である。至急峡谷地帯に出撃し、味方部隊を救出せよ。まあ味方部隊救出っていうぐらいだからね、3機連れて行きたいところではあるんだけど、そんなに予算もなくなってきたのかな。どうしよっかな。まあ弾数威力ともにあるから落下点でいいんだろうけど、ショットガンはちょっと使いづらいですからね。まあ行きますか。いいとこ見せれればよし。そう簡単にやられないと思うけれど。撤退中の部隊が敵の追撃を受けています。追撃部隊を迎撃し、逆光のケンプは最高ですね。友軍の撤退を支援してください。肩に構えるんじゃなくて腰ダメで撃つのもまた渋いですよね。ここまでたどり着きましたが、生き残りは我々だけです。あとは頼みます。おお、この後に及んでザクワンか。それはきついな。早速後ろからつけられてない？大丈夫？そっか、後ろから来るとは限らんのか。一応近くにいるじゃん。いるじゃん。お前。やらせねえからな。オッケー。一体。いけるかな。よし、ラケーテンの直撃があれば。向こうにもいいんだよな。ちょっと待って、上にいる。よし、で地上どうだろうな。まあとりあえず動きながらバズーカでいけるかな、どうか。よし、倒れさえすればこっちのもんだから。よし、真後ろ。取った。あとは味方の攻撃ヘリも残ってるから、一旦補給ですね、これはな。補給要請を確認しました。あー、後ろから来てんな。あのオレンジ色の点はモビルスーツタイプだと思うか。早い。装填完了だ。あれに暴れてこいよ。あ、ガンキャノンだ。マジか。こんなところで。どうし。いや、量産だ。量産なら大丈夫。ダメだ。よし。あとは空中、空中はヘッドバルカンで十分でしょ。あんまり射角が取れないのが残念ではあるんだけど。後ろいる。よいしょ、当たりは OK。 おし、まだいるか。お前らそっちからしか来ねえんだったら十分勝てるぞ。
正面から来るとは。いた。ビームライフルはさすがに痛えな。よし、あ、よしよしよし、撃破。どうだ、ケンプファーの制圧力最高でしょ。まだ来るか。うわあ、お前その歩きでよく。我々は戦域の離脱に成功しました。これから鉱山基地に向かいます。機関の協力に感謝します。作戦を終了します。基地に帰還してください。いやー、いいな、やっぱここまで活躍できると楽しいですね。1万5000ポイント、おいしい。お、宇宙要塞ソロモンから緊急通達。宇宙要塞ソロモンに連邦軍の宇宙艦隊が接近している。ソロモンは難攻不落の要塞であるが、連邦軍の大艦隊を要している。陥落することはありえないと思われるが、戦いに絶対はない。非常事態に備えておくよう通達する。うん、救出作戦。おー、大佐。昇進ですね。ありがたいことではあるんだけど、もうほぼほぼ終わりだからな。そうなると今まで強化サボってたゲルググと、ズゴックEはもう強化しきったんだっけかな？しきったね。そうなると、まあ、もうこれは使うことはないと思いますけど、ディフェンスを上げておこうか、ザク2の。どうしようかな。まだミッション出るんですかね。それによってはちょっと訓練続けるかって感じなんですけど。まあいいや。じゃあ引き続きちょっとミッション続けて、ポイントをギリギリまで稼いで、ストーリーも見つつってやっていきたいと思います。ではまたカット。宇宙要塞ソロモン陥落に関する報告。全軍に通達する。宇宙要塞ソロモンが陥落した。脱出した部隊を全力で収容しているが、生存者の情報により宇宙攻撃軍司令ドズルザビ閣下の戦死が確認された。だが我々に悲しみに浸る余裕はない。宇宙と地上で戦う将兵たちを、この悲しみを糧にしてドズル閣下の無念を晴らすのだと。さて、ソロモン攻略し、ん？攻略の報告が入ってから3日4日ぐらいしか経ってないような気がするんだけど、案外早いなっていう感じはする。そうか、そんな早くソロモンは落ちたのか。あと残ってるミッションはなさそう。新しく出てきてもないので、24日期限のものは終わったし、あと最後鉱山基地防衛ですよね。まあもしかしたらまた前日とかに急遽入ってくる可能性もなきにしもあらずなので、チェックは続けていきたいんだけどね。そうか、ソロモンそんな早く起きて落ちたか。まあただ日付で言えば12月31日確かあのアーバーワクーを落とされて終わりみたいな形だったと思う。まあ要はこのゲームはあくまで地上での戦いを、最後の1年戦争最後の 3ヶ月をまあ一般兵の視点で見るみたいな感じなので、だから史実を曲げるっていうことはできないんですけどね。まあささやかな抵抗を、まあジオン軍のストーリーではささやかな抵抗を続けるみたいな感じなんですけど、うん。まあその辺はガンダムの歴史が詳しい人がね、周りにいれば聞いてみてください。結構いそうな気がする、その辺に。じゃあまたカットします。しばらく訓練で。まあ一応31日まで多分またストーリーに動きがあると思うので、またその時まで。ついに最終決戦みたいな感じですかね。ギレン総帥からの通達。勇猛なるジオン軍の将兵に噛んだ。かっこ悪い。
通達する。連邦軍が宇宙要塞アーバーワークに接近しつつある。だが彼らは間もなく思い知るだろう。自らの死をもって自分がいかに無能だったかを。ジオン軍は必ず勝利する。有料したる我らジオンの力を連邦の無能もなる者どもに思い知らせてやるのだ。演説風に言ったけどすげえ噛んでかっこ悪かったね。さあ、というわけでもう日付もないですね。あ、レベルアップ、ありがてえ。一応レベルアップすることで操作性がアップするらしいですけど、どうなのかなってところ。ゲルググは間に合ったね。あと2日だけだから自由行動できるのは。今日合わせて3日か。で、ザク2はちょっと間に合わないか。678だから最終日にレベル8になるかなってとこですね。まあそれはいいんだけど、まあここまで来たら全部強化しとけというところではあるんですけどね。まああとはまた相変わらず訓練しながら最終日目指すだけなんで、またカットします。さっていよいよ翌日が最終決戦となっておりますので、ですね、自分の調子がですね、ベリーグッドなんだけど、まあ最終だしこれ以上することもないので、ネクストターンでラストの日付にしたいと思います。そしてその上で最終決戦に臨みましょう。来ました。ソーラレイ照射に関する報告。宇宙要塞アーバーワークーに接近中の連邦軍主力艦隊に我が軍の新兵器ソーラレイが照射された。ソーラレイの攻撃で総司令官レビルと共に連邦軍主力艦隊は宇宙の塵と消えた。敵主力艦隊を叩いた今、我が軍の勝利は近いと。確か僕の記憶が正しければ、ああ、これでどんどんミッションが削除されていくのね。僕の記憶が正しければレビル総司令もそうだったんだけど、デギンザビ家のトップも一緒に死んでいたと。でこれによってギレンが妹のキシリアに親殺しっていうことで、殺されて、でキシリアが総司令となった状態で最終決戦に挑むみたいな感じだったと思う。うん。まあガンダムもね、僕もテレビシリーズを全部見たわけではなくて、例えばゲームとかそういうので、ストーリーを追体験する的なものをやったぐらいなんですけどね。さあ、これでもうすべての訓練任務がなくなってしまったので、あとはマイニングベース、こちらの方から行くだけなんだけど、一応セーブしとこうか。いや、行くか。このまま行きましょう。というわけでラストです。もう編成は決まっている。鉱山基地防衛行きます。陸上戦艦ビッグトレイの撃破に成功したが、敵は鉱山基地攻略のためさらに部隊を増強している。基地周辺に集結した敵戦力はこれまでにない規模の大部隊であり、苦戦は必至だ。我が軍も最新鋭機を投入し戦況打開を図っているが、体制を覆すには戦力が不足している。新鋭機とともに敵攻略部隊を殲滅せよ。敵は大部隊を投入しているが、これを退ければ戦力回復も容易ではあるまい。これが最後の戦いとなるだろう。敵を撃破し鉱山基地を救え。というわけで、味方にグフが、俺最終戦両機出撃できると思ってたのに。説明を読んでなかった私が悪いんですけど、最終戦両機連れてけると思って、ゲルググに、ニムバスを乗せたんですよ。実質、まあ、
イフリート海が今回のゲームに出てくるかどうか覚えてないんですけど、まあ実質似たようなもんだろうと。マジか。あ、でもイフリートだったらどっちかというとドメの方が良かったのかな。まあとりあえずニブマスの、ゲルググとトップのドム、これで行こうかなって思ってたんですけど、目論見が外れましたね。一人で頑張るしかないか。まあ味方にゲルググがいるんです。まあ出過ぎなきゃ大丈夫だと思うんだけどね。まあまあ慎重に行くか。そうなったら発進を急いでください。すでに敵攻撃部隊が基地付近にまで接近し、友軍が迎撃に向かっています。とりあえず連邦軍に比べ我が軍の戦力は少ない。基地に留まり突出した敵を確保撃破せよ。連邦軍の戦力を確実に減らす以外に勝機はない。なんとかやっていくしかない。戦艦だったか。おっとやべ、自分から行っちゃった。今回の任務はですね、あれなんですよ。だんだんとエリアが広まっていくっていう任務になってます。なので、これ山越えてくる感じ？ってわけでもないか。味方のゲルググと一緒に攻略に当たりたいんだけど、補給拠点をね、あんまり壊されたくないから、この段階で潰していきたい。可能であれば。ロケランは怖い。よし、あと1機いる。ガンタンクか。ガンタンクならなんとかなる。とりあえずいかにダメージを受けずに、攻略をするかっていうところなんで、今補給まだいいか。もうちょっと前に出よう。傭兵とワイスは前に出すぎる。山越えてきてる。これ越えてきてそうだな。マジか。ちょっとそこの拠点潰されんのは痛んだわ。ジオンの連中め、地形をうまく使え、塹壕は敵の攻撃を防ぐぞ。ちょっと待って、上がりたい上がりたい上がりたい。お、よし、量産ガンキャノンだったらラケットで一撃だ。連邦の第一陣を撃破した。第二陣が来る前に前線を押し戻す。南に軍を進め敵を迎え撃て。すでに連邦軍の第二陣が戦線を展開している。陣形が整う前に敵を迎撃せよ。オッケー、エリアが広がりました。予想以上に強い。油断するなよ。上がりたいんだが。うわっ、危ねえ。これあれだ、あんまりダメージは食らいたくないんですよね。当たり前ですけど。この差を利用しろ。敵を狙い撃ちにするんだ。よし、即倒していく。航空部隊が接近しています。もう一体いる。上空に注意してください。オッケー。増援部隊が接近しています。ラケーテンが切れたからちょっと一旦補給に戻りたいんだが、間に合うかな。よいしょ、この下だよな。了解だ。敵が迫ってきてますね。まあケンプファーなり山飛び越えるぐらいは大丈夫だと思うんだけど、どこかで聞いた BGM だな。弾薬の装填を完了しました。08小隊あたりで聞いた BGM な気がする。よし、山ひとっ飛び上から奇襲。お、味方もやってくれてる、ありがてえ。あー、横歩きだとちょっときついな。あら、片方拠点潰されてんじゃん。増援部隊が接近しています。あー、ちょっとあれはきついな。で、こっちからガンキャノンか。ガンキャノンだったらなんとかなるかな。よし、
航空機がいる。ヘッドバルカンだとなかなか狙いがつかん。連邦の第2陣を撃破。これより我が軍は攻勢に転じる。徹底的に敵を叩け。我らジオン軍の強さを見せつけてやるのだ。よし、押してる感じですね。であればまだ補給は大丈夫だな。どっから来るかちょっと見ていい？まだどっからも来てないけど、あー補給潰しだなあれ。うわーやりやがった。あれはきつい。バズーカをちょっと、バズーカじゃねえや、バルカもちょっとケチっていかないときついじゃんそれは。空中のやつらばっかりじゃん。味方に任せちゃっていいかな、ある程度。航空部隊が接近しています。上空に注意してください。いや、モビルスーツがいるね。うわこれ突っ込んだら危ねえやつ。でもあのガンキャノンを倒した。ガンキャノンじゃない、ガンタンク。なおでここは出る。戦力が低下しています。一発で沈むと分かってるから。あ、やべ、まあ動き続ければなんとかって感じだろうけどな。なんだあいつら、的になりてんのか。地形をうまく使え。団子は敵の攻撃を防ぐぞ。クリスキのダメージ絶対に生き延びてやる。やべ、いやきついな。増援部隊が接近しています。どっかからダメージ受けてます。ミサイルか。いやきついですな。あと航空部隊だけか。だとしたら助かるんだけど、補給ができないからね。あと味方に任せるしか。あーなんかガンキャノンたくさんいる。ガンキャノンじゃねえ、ガンタンク。何回間違えたんだ。弾は足りる？いった。ちょっと待ってくれよ、こんなとこでやられたくねえ。残壕取られてんじゃん。注意してください。いた。耐久力が大幅に低下。ちょっと待って、危険な状態です。ここまで来てやられてたまるか。くそ、航空部隊厄介だな。増援が目の前か。補給できないのは痛いな本当に。あれは、なるほど。ヘッドバルカンの威力が高いからなんとかなってるけど。あーまだいる、まだいるよ。しかも腕ねえじゃん俺。もうこれはサーベルで行くしかないんだが。うっ、危ねえ。ここなんとか行け。ダメか。すぐに脱出してください。連邦の第2陣を撃破。これより我が軍は攻勢に転じる。徹底的に敵を叩け。我
我らジオン軍の強さを見せつけてやるのだ。さてここまで戻ってきたわけですが、案外前に出た方が楽かもしれないなと思った。そんで補給点潰しのあいつらをなんとか。いった、一回補給しよう。弾薬を装填します。弾薬の装填を完了しました。航空部隊も確かに厄介ではあるんだけどな。これも全部潰そうと思えば潰せんのかな。一応邪魔するだけでも邪魔してみるけど。いった、ダメだ、キャン狙われる。まずこいつらからやっちゃってもいいんだろうけどな。弾薬の装填を完了しました。さて俺らを先に倒すかよ。それもありだな。腕に当たるならまだ OK。 増援部隊が接近しています。そして航空機がうぜえ、こっちを狙ってんだろうな。ちょっと補給に一旦、ちょっとあれは味方さんに任せるしかない。というかあと航空機だけじゃねえのこれ、見た感じどう。あとはじゃあ味方と協力しながらそれの撃破に当たりゃいいんじゃないか。割と最後の最後で地味な戦いになっちゃいましたけど、もう増援部隊が接近していますの警告がないから、その可能性高いぞ。やられないようにあれをなんとか倒す。難しいかな、ちょっと角度的に難しい部分はあるけど。当たってる当たってる、あの折り返しでなんとか。死んでねえし。あ、やべ、モビルスーツ損傷、すぐに脱出してください。これより我が軍は攻勢に転じる。徹底的に敵を叩け、我らジオン軍の強さを見せつけてやるのだ。補給要請を確認しました。補給を開始します。
地形をうまく使え。塹壕は敵の攻撃を防ぐぞ。式のダメージ、絶対に生き延びてやる。敵はどこから攻撃してきたんだ。だいぶ片付けたと思うんだけど、まだ終わんねえか。どうだろうね、補給拠点もちょっといい加減ギリギリだし。了解だ、補給を開始するぞ。ただ幸い敵の数が多いからか、敵の AI が単調になりがちっていうのがありますね。割かし棒立ちの状態で当たってくれるというか。装填完了だ、派手に暴れてこいよ。あと本当に航空部隊だけかな。またマシンガンで奇襲かけられてっていうのはちょっときついんだけど。あと敵もビームライフル持ちが多いし、ああいるぞ、ザクじゃねえジム。あれは俺が倒しに行かなきゃダメだ。マシンガンだ、また厄介な。まあ割とバズーカ当たってくれるんで、多分こいつらを倒せればあとは楽だと思うな。よし、どうだ、あとは航空部隊か。当たる、いいね。そろそろ射角から OK。 どうだ、まだ来るか。終わりか。敵の全滅を確認。終わりか。動員の気配もありません。攻撃部隊の排除に成功したようです。いやー、きつかった。全軍に通達する。つーか胸、我が軍は敵攻撃部隊を退け、胸思いっきり焦げたわ。登山基地の防衛に成功した。連邦軍に与えたダメージは大きく、戦力回復は容易ではないだろう。現在我が軍は厳しい状況に置かれている。だが信念を持って戦えば、どんな状況をも覆すことができるのだ。繰り返し通達する。鉱山基地の防衛に成功した。我が軍は連邦軍に勝利したのだ。ああ、すいません、ちょっと雑音入っちゃったかもしれないですけど。さあ、これで、全ミッションクリアですね。宇宙世紀79、12月31日。この日、地上における最後の戦いが終わった。ジオン軍は決死の戦いによって、ジオン地上軍最後の砦である鉱山基地を死守することに成功した。だが多くの犠牲によって得られたこの勝利も、ジオン軍が最後に咲かせたあだ花に過ぎなかった。主戦場である宇宙では、圧倒的な戦力を持つ連邦の前に、ジオンは全面降伏を申し出る。そして
連邦とジオンの間に終戦条約が締結される。この戦いの後、トワイス大佐はアフリカ大陸に残された戦力を救護し、地下組織を作り上げる。戦死した同胞の志を受け継ぎ、ジオンを再興するために。ジオン残党軍、ネオジオン、そのあたりの布石になったのかな。はい。というわけで、モビルスーツ、違う。機動戦士ガンダム、ターゲットインサイト。ジオン編、そして連邦編合わせて終了ということになりました。なんでしょうね。リアルよりっていうとまたちょっとおかしい話になってくるかもしれないんですけど、その独特の重い挙動、モビルスーツっていう今の文明では考えられない高機動兵器っていうよりは、本当に、人型兵器を動かしてますっていう、そういう感じの、重い感じの操作性っていうのが僕は好きだったので、この実況に踏み切りました。連邦編の時も言ったかもしれないんですけど、僕は連邦編は一周クリアして、あ、面白いなっていうので、で、実況にしようと思って、連邦編をもう一回クリアして、で、ジオン編はもう全くの初見だったので、まあ、結構、苦戦するところとかあったり、機体選びミスって結構何回もリトライするところがあったり、最後の最後、鉱山基地防衛でも、ケンプは、あの機体性能に助けられたと言っても過言ではないですかね。っていう感じの、勝ち方だったりで、拙い部分が、多々あったかと思いますけど、それでも、ここまで見ていただいた方いらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。まあ最近ガンダムで新作のゲームっていうのは、なんだろう、バーサスシリーズとか、なんかそういうものっていうイメージしかないので、あんまり盛り上がってないのかなって感じはするんですけど。まあただこういう感じの、一人でじっくりできるような感じのゲームがあるんであれば、プレステ2でもプレステ3でも、うちはまだ現役なので、その辺で探してもう一回何かしらやりたいなと思ってはいます。はい。まあただ久しぶりにシリーズを完結させたっていうところの嬉しさもありますね。まあこの後、あれですけど、収録が終わったら編集というのが待ってるんですけど、つっても、ただ、ブチブチカットしながらやるだけなので、全然問題ないですかね。まあ、なんでしょう。量産機が好きっていう人はぜひやるべきかなって思います。ガンキャノンもあれ、キャノンじゃなくてミサイル装備とか、改造していくと、あ、この機体でこういう武器装備できるんだとか、あと逆にゲーム的な問題で、ケンプファーにシュツルムファウストがないっていうのはちょっと僕も、おやおやって感じはしたんですけど、まあそういうところも含めて楽しめる人は、やってみたらいいんじゃないかなと思います。
PS3 のローンチタイトル、PS3 本体と一緒に発売されたやつなんで、もう10年以上前のタイトルになるんですけど、十分楽しいと思われます。一人でじっくりやる分には。マルチとかあったっけ？あったかな？覚えてないや。バーサスモードとかあったから、もしかしたらコントローラー2つでできるのかもしれないけど。はい。じゃあまあちょっと関係ない話になってきたんで、これで締めたいと思います。また他のゲームシリーズでお会いしましょう。トワイスがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。失礼します。Thank you.